どうも、PDR さんです。急上昇に乗ってたフェルミ研究所。はい。そのチャンネルは普段なんか皆さんが、へーとか、うわー共感できるってなるような漫画動画を作ってるんですけど、確かに急上昇でよく見るな、それ。昨日出した動画は個人的に、ってなったので、今日はそれを一緒に見ましょう。はい、漫画男性がしてしまう NG ファッション漫画動画。それにしてもケンジ君おしゃれなんだね。うん、初デートはうまくいった。先輩の助言のおかげで。それはそうと、お前その格好でデートに行くつもりなのか。ちょっと待った、そこのメガネタートルネックジャケット、名探偵コナンに出てくる犯人みたいなやつに言われたくないわ。これじゃまずいですかね。いや別にいいと思う。いや、毛玉のついたダボダボのパーカーとダンロップのスニーカーって、お前戦場に木の棒を持って戦いに行くようなもんだぞ。ダボダボが流行ってるらしいんですよ。いや、お前は初めからダボダボだっただけで流行りに乗ったわけじゃねえだろ。毛玉ちょっとぐらいいいだろう。それにダンロップみたいなちょいダサシューズは今ダッドシューズって言われてすごい流行ってるんですよ先輩。隣で歩く女性の身になってみろ。自分のためではなく相手のために服を着るんだ。そんなの勝手に決めつけてるだけじゃ、もしかしたら相手ただ一緒にいるだけで幸せかもしれないよ。僕ファッションセンスがなくて、この後買い物付き合ってくれませんか。いいよ、けどファッションセンスなんて必要ない。じゃあいいじゃんその格好で。そうなんですか。ああ、その前にファッションについて説明しておくと、まずダボダボ、毛玉、汚い靴はNG ファッションポイントの3大要素だ。まずダボダボとは言いません。これ台本書いた人結構年取ってんじゃねえの。オーバーサイズでございます。そしてオーバーサイズを Ask the Google すると、一番最初に出てくるのは先輩の大嫌いなダボダボのパーカーです。しかもバレンシアーガーのパーカー。バカにするな、相棒大好きなパーカーをディスられていつも以上に怒ってますね。毛玉はわかるし、あまりにも汚い靴を見てちょっとって思う人がいるのをわかりますけど、コンバースは確実にちょっと汚れた方がかっこいいですよね。ダンロップ磨いてきます。おい、ちょっと待て。別にいいじゃんそれで。女性誌読んだことあるか。キャンキャンとかウォッチとかファミ通と V ジャンだけですね。コホーニか。いやいやいや、なんか男性が女性誌を読むのは全然いいと思うんですけど、そんな当たり前のようにみんな読んでないでしょう。そしてファミ通と V ジャンをディスるな。これ作った人心狭くね。女性誌に出てくる男を見てみると、ほとんどが清潔感があってびっくりするほどシンプルな服装をしているんだ。清潔感があってシンプルな服装は別に PDR さんもいいと思います。 PDR さんのファッションもすごいシンプルです。いつもパーカーとスキニージーンズ着てるんですけど、こいつのロンティーオーバーサイズじゃん。ダボダボはダメなんじゃねえのかよ先輩。まさにそれが女性の求める男性にしてほしい服装なんだよ。ノンノンノ、これはメディアが押し付けてる女性が男性にしてほしい服装。この動画と一緒で、男性ファッション誌とかは男がかっこいいと思うファッションだから参考にならない。は？こいつバカなの？ただ靴だけは気を使え。靴が汚いとその時点で終わりだ。靴ですか？靴というのはその人の人となりが出る。靴の綺麗なホームレスはいないだろ。今度はホームレスディスんの？ PDR さんよりひでえなこいつ。確かにホームレスの中ですごい汚い靴をしてる人いますけど、 PDR さんがいつもビッグイシューを買ってるホームレスのおじさんの靴はぶっちゃけ PDR さんの靴より綺麗です。靴が綺麗な人は心に余裕があり、靴以外の服装もしっかりと整っているってことだ。言いたいことはなんとなくわかるんですけど、個人的に綺麗な靴をしてる人見ると、わあ、あの人心に余裕を持ってるわとは思いませんね。どっちかっていうと、ああその靴最近買ったのかなって思いますね。いらっしゃいませ。基本は店員さんに頼むのがいいんだけど、できればそこそこ高いお店の方がいい。質のいい服を売っているお店の店員さんはファッションのプロだ。持ちは持ち屋、服は服屋だ。あのすいません、持ちを持ち屋で買う人いますか。何でもおすすめして買わせようとする店員は NG だ。まあ、確かにそういう店員はうざいですね。とにかくジャストサイズを買え。シャツとズボンと、あとチャージのブーツと、あとベルトもください。いや、自分が着てこう落ち着くもので別にいいじゃん。合計143,455円になります。143,455円、デートに行く資金がなくなるじゃん。それにそんな14万より服使える人そんないないでしょう。確かに大体そんな高いもの着てても普通の人わかんなくね。だよな。それにこんななんか中高生がちょっと背伸びしたようなファッションだったら、フォーエバー21、H&M、ユニクロ、GU とかで揃えられそうじゃね。どうですかね。
いやだからちょっと頑張った中高生みたい。とりあえずチャージのブーツ代は俺が出してやるよ。靴代出してくれたのは優しいけど、服に10万以上使わせたからこの先輩はやっぱクソですね。なんかいい服着ると不思議と自信が出てきますね。気づいたか。そう、いいファッションは自信を授けてくれるんだけど、ファッションセンスなんて必要ない。どっちなんだよ。あと当たり前なんだけど、俺のファッションイケてないとか絶対に言うなよ。ただしラッパーと YouTuber は例外ですね。いや、この人なんか PDR さん以上に世の中が嫌いな上にすごい心が狭くて、なんか自分の好みをめっちゃ押し付けてきますね。まあ PDR さんもたまにそれやるけど、服なんて好きなもん着りゃいいんだよ。バイ PDR さん。以上。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったらベルボタンを1回クリックして PDR さんの動画の通知たまにもらいましょう。皆さん、これについてどう思いますか？服に14万使ったことありますか？何なのこの人。意味がわかんない。矛盾しまくってるし、言ってることがなんかおかしいし、はい、ぜひ皆さんの意見も聞きたいので下にコメント残してください。あと昨日ごめんよこチャンネルで動画出したんで、よかったらそれと前回の動画チェックしてください。では。